で対峙してくださって結構です。で最後にですね、これ技術的には結構大変で、まあ、そこら辺にエンジニアの方とかですね、システム関係のですね、方々ぐらいまでかかってですね、これ調整してくださったんですね。からお礼を込めて、まあ、代表者中本さんに拍手です。森本さんもですね、昨日も7時過ぎまでずっといて調整してくれてって、そういう影の努力があってこういうの成り立っていますということで、感謝して結果を受け取ってほしいと思います。それでは、続きまして、NEC マネジメントパートナーの執行役員である、八木さんの方からご講演をいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、10分待っていいですかね。はい、ではこんにちは、先ほど紹介いただきました NEC マネジメントパートナーの八木と申します。だいぶ試験でお疲れかなという気もしますけれど、内藤先生の方からですね、今日こういう機会なので、右肩に小さな字で書いてありますけど、企業からのグローバル人材の期待に非常に重たいというか、幅広いというか、難しい、タイトルで、講演依頼を賜ったんですけれど、せっかく英語のスピーキングアセスメントをやられたわけなので、少し私なりに解釈してですね、もうちょっとディテールにこういうふうに掘り下げてみたらどうだろうということで、5W&1H ですね、まあ、日本語でよく言うところの 5W&1H という切り口で少しお話を進めてまいりたいと思います。まずいきなりですけど、What ですね。これ私ちょっと最初 How から始めようかなと、要はまあ今日どうだったっていうことでやろうと思ったんですけど、ちょっとやっぱりグローバルということで、あまりにも幅広い話なので、皆さんのグローバルってどういうことなのっていうことをですね、少しフォーカスしてお話を進めた方がいいかなと。そうは言いながらオピックの準備でですね、少し時間が押しているので、あまりゆっくり聞いてる暇もないんですが、 2,3 人ちょっと申し訳ないですけど、あなたにとってグローバル、すごい、はい、じゃあ手上げで、俺はこう思う、私はこう思うっていうのいらっしゃいます？割とおとなしいですね。レジスターに書かれてるのはすごく、北海道の子ってみんな、一生懸命グローバル考えてるなというふうに感じてですね、非常に楽しみにこちらに来たんですけれども、少し脱線しますけれど、私も英語はっきり言ってそんな自信がないんです。で、Google でですね、これを訳したらどうなるんだろうと、あれと思ったんですね。これをそのままタイピングして翻訳すると、なんじゃこの英語はということになってですね、僕が聞きたかったのはこうなんだな。要はやっぱり What っていうのことをきっちり理解をしなければいけないということを改めて思いました。で、まあ皆さんにあんまり聞くと失礼なので、じゃあ私にとっての What って何なんだろうということで、まず少しお話を進めたいと。たまたまっていうとあれですけれど、今私 NEC マネジメントパートナーっていう社名を言ったり、先ほど内藤先生が NEC ラーニングと言ったりですね、実はこの4月に社名が変わったんですけど、この2年間私は人材育成の関係の会社というか組織に所属してですね、グローバルを見てますので、どちらかというと、まあ、私にとってのグローバルは人材、非常に高度でかつ複雑なことを処理をしなければいけないことを求められているんだなというふうに思っています。まあ、ハンズアウトにはもう全て書かれてますけど、後ほど私の自己紹介でも出てくるかもしれませんけれど、ちょうど私が海外に出たのはこの変化が起こる時だったと今から思うと思うんですけれど、昔日本の企業が海外で、特にまああまり悪い例なので言いたくないんですけど、ソニーさんが大活躍したのはまさしくこういう時代、ウォークマンっていうチャンピオン商品を持ってですね、インターネットもない時代ですから、当時の社長連中がですね、アメリカに自ら実物を持って暗記をしながら、ビジネスをする。まあアメリカっていうことで出てきましたけど、欧米市場ですから日本よりお金持ちの人がいて、
加えて小習慣もきっちり確立されている。まあそういう意味で言うとビジネスのスタイルっていうのは実はグローバルって言いながら日本中心型、まあ当時はよく言われましたけどそれってグローバルじゃなくてインターナショナルじゃないのっていう、まあ、その辺の差がどの程度あるのかっていうのは正直わからないんですけれど、まあ、インターナショナルなビジネスモデルだったと思いますし、仕事に関わる人も実は一部の関係するマネジメント、要は海外ちょめちょめ推進部だとか事業開発部だとか、そういったことでですね、社員全員がという感覚はあまりなかったんではないかな。正直私もそういう形でグローバルを捉えてましたし、帰ってきて今の NEC の実態を見ると社長以下がグローバルグローバルって叫んでる割にどれほどの社員がグローバルを意識しているんだろうっていう、正直まだ上のレガシー、事業モデルにあるというふうに認識しています。ただ自分自身が海外に出てつくづく思う、ないしは最近起こっている変化を読み解いてみると、下の方にもすでに行ってまして、マーケットインサービス提供型に変わってますし、リアルタイム、これは要は上が電話も本当に非常に国際電話が高かった時代、それに比べると今はインターネット電話なんてただですね、加えてリアルコミュニケーション、加えて、マーケットとしては欧米市場のようなお金持ちの市場ではなくて、まあ、正直言って、ボトムピラミッドなんかに代表されるように、まあ、お金がない人たちに対しても事業を展開しなければいけないという新興市場にシフトがしていっている、まあ、新興市場の人たちっていうのは考えてみれば上のような人たちのルール&レギュレーションが明確に規定されているのではなくて、またルールも分からない、初習慣も違うといったところをですね、いちいち紐解きながら事業していかなければいけないということで言うと、上とのタイプで言うと実は現地に入らないと何もわからない、要は現地中心主義でありますし、日本から一部のマネジメントがということではなくて、全員総掛かりでやらないと、とてもじゃないけど間に合わないというのが今の時代ではないか。で、2つ目はアベノミクスっていうことでよく言われているのは、円安に触れれば景気は良くなるということを言ってたんですけれども、上の変化を追っかけるような形でですね、実は生産工場っていうのはほとんど海外出ていってますから、別に円安に触れようがもう海外で物を作って海外で売ってるわけの事業モデルが多くなってるわけですから、あまり関係ないんですね。逆に言うと円安によって起こっている変化っていうのは、エネルギーを作るための資源だとかそういうものを輸入するコストが高くなったり、ないし私たちが所属、私というか NEC が所属する ICT エリアっていうのは、そのプログラムの生産コストを抑えるために中国だとかインドの安い技術者を使おうと思ったら実はそれが高くなってしまう。もっと最近顕著出てきているのは、私どもが提供している例えばマイクロソフトだとかオラクルっていう IT を支える基盤技術っていうものは日本発のものがほとんどないこともあって、それを学ぼう、新しい技術を習得しようとした場合、日本語化をする企業がだんだん減ってるっていうことなんですね。これはなぜかっていうと、実は一番 IT が日本で、盛んだった頃は全世界の 13% っていうのが日本で、ビジネスとして、発生してました。ですからオラクルもマイクロソフトもセカンドローンチターゲットっていうと、ともかく日本日本っていうことで、ほぼ同時労働省のような形で新しい技術を日本に持ってきてましたけれど、今やそれが 4% になりますと、日本語化して新しい事業チャンスがあるのかな、もしあるんだったら自分たちでお金かけてやってくださいということで、映画と同じでですね、今大体ほとんどの映画っていうのは日本は大体半年遅れだと思うんですけれど、中国だとかシンガポールに行くとほぼ同時労働省が見れるということで、日本の外っていうのはリアルタイムに変化をしているけれども、日本国内は半年ディレイ、ないしはそのディレイした状態を追っかけるのにもお金がかかるという状態になっているという危機感があります。で、3点目は少しちょっと内輪の話なんですけれど、
まあ、そういったことを少し打開したいなと思って NEC では G1 これグローバルファーストということで新入社員から、まあ、いきなりですね海外出て、意識を変えてもらったり文化を理解してもらったりないしは新興諸国であり長い人脈形成が重要だろうということで取り組んでるんですけれども残念ながら入ってくる新入社員の実態を見るとなかなかそういったところに派遣できる人材がいないないしはいるんだけどその人を出しちゃうともう帰ってこないんじゃないかということでですね総力戦にはなかなかならないといった課題があるわけです。それで、まあ、今日のお話に少し入っていくんですけどさあ今日の結果皆さんどうだったんでしょうね、まあ、森本君も言ってましたけど、少し、声が小さいなというのは気になりましたけれどまあ、グローバルを捉まえるときにですね、まあ、英語っていうことに問題の糸口というか解決口を一元化するのは僕は好きではないんですけれど、まあ、今日たまたまオピックのテストもやっていただいたので少しコミュニケーション英語っていうことにフォーカスしてグローバルを進めると、今日感じた皆さんの気持ちってどうだったんだろうな要はグローバルが英語のコミュニケーション能力なんでしょうないしはその発言するというか表現するスキルの問題だったのかなとないしは典型的な日本人というのはなかなかそもそもが喋り上手な人っていうのはいないですから気持ちの問題が来てないんではないかなといやもっともっと言うなら何を喋りたいか分かってるんですか何を喋ろうとしてるんですかと言ったあたりどう感じられたんでしょう、全員のアンケートを回収できたわけじゃないですけれどかなり事前に提出いただいた方たち今日38名受験されたようですけど28名の今の英語におけるリスニングとスピーキングのバランスカーブっていうのはこういうこれって私初めて見ましただいたいもっと下の方なんですね要はスピーキング苦手っていうのが割と多いんですけどすごくばらけててなんか真ん中が1っていうのがびっくりしてその外を取り囲むようなこれは北海学園の特徴なのかなということで思っちゃうんですけどで、じゃあ現状はさておいて皆さんどうなりたいんでしょうっていうと当然のことながら上の方アッパーレイヤーに上がっていくわけですからもっと上手くなりたい、まあそのオピックの結果をどう捉えるかっていうのはまだ理解が進んでないかもしれませんけれどほとんどの人がインターミディエットのミートだとかハイになって卒業したいとか英語学習を終えたいとまあ終わりっていうのはないんでしょうけど当然の目標としてはこうありたいといったところで特に濃いブルーのあたりに集中しているといったことが見て取れますでそれを実現するためにちょっと私この教育事業っていうのはまだ2年なので非常に乱暴な表現の振り方かもしれませんけどこの2年間英語の関係に接してて日本の英語教育ってこうじゃないかなって思ってるのはですね少なくとも NEC ではこうですね英語上手くなりたい、まあ、英検っていうのは社会人になるとあんまり言いませんけど TOEIC の点数良くなりたいっていうのはこれまあ、教育っちゃ教育なんですけど就職のためなんだろうかないしは海外に行きたいないしは何をしたい先ほどのあなたにとってグローバルって何なんですかって言ったあたりと連携してるのかなといったところがすごく気になってますで、少し、お世辞も入れてお話をさせていただきますとまあ、内藤先生、後ほどちょっと慣れ初め含めてお話しますけど、こちらで、ぜひアセスメントしたいなと思ったのは、こういう非常に面白いというか、当然あるべきカーブがですね、なんとなく設計、されてるなというふうに思ってですね、こういった教育のあり方、ないしは学習のあり方ということを進めると、
英語も面白くなるだろうし、グローバルももっと楽しくなるだろうというふうに私自身は思っています。まあ先ほどの 1ページ前のですね、 What で英語英語って言ってるのは、実は私は北海学園の少なくとも那須先生のシンガポールツアーだとか香港に行かれてる方たちっていうのは、英語よりまず経済だとか商学っていうことでですね、基本的な学習は教育は北海道の物産のことを知ろうであるとか、商工医の基本を知ろうということで、基本知識はこれ丸×式のクローズドクエスチョンで実現をされているのに対して、実際の展開先っていうのは、例えばシンガポールで実際の商品が客を見た時どういう反応した、それに対して最低限覚えた商工医だとか北海道の物産のことを通して自分の最低限の英語をどう発揮できたかっていったあたりがあって、それで学んだことをさらにまた教育という場でもっと周辺のことを知りたい、学習をしたいということにつながってるんではないかな。でポイントはですね、実は What とか How ではなくて、なぜグローバルなのといったところにあるんではないかなというふうに私は思っています。要はたまたまそれが面白そうだからとか興味を覚えたから海外旅行したい、まあ何でもいいと思うんですけど、この Why グローバルですね、があると勉強も楽しくなるし、語学の学習にしても加速をしていくんではないかなというふうに思っています。まあ、赤マークで書いてる IL だとか IM っていうのは、そういった気持ちがあると OPIC の結果も今は IL かもしれないけれども、すぐ IM に上がっていくっていうイメージで書いてるんですけど、まあ、これは人それぞれということはあるかと思います。で、本当はここから入らなければいけないと思うんですけど、まあ、さて私は誰なんでしょうということなんですけど、まあこの案内にも恥ずかしながら少しプロフィールが出てるので、少しここから会社の宣伝っぽくなりますけど、ハンドアウトにもあるので細かくは説明しません。会社概要ということを少し紹介したいと思います。私は今たまたま NEC マネジメントパートナー、実はまあ先ほどもお話しましたけど、この4月からこの会社名になったわけでして、基本的にはまあ発注がかかっているこういう研修事業をやる会社がマネジメントパートナーに吸収というかですね、一体化された、まあ、目的は NEC グループとしてはこういうスタッフサービスの会社を、まあ、一元化していこうといったことで4つの会社が1つになったんですけれど、もともとこの研修会社っていうのは入社から社会人をエグジットするまでの企業人研修と、もう一つは NEC が ICT のセクターにいますから技術研修ということでテクノロジー研修ということをやっているような会社組織です。それで、まあ、このあたりはハンドアウトにもありますし宣伝っぽくなりますので、少し、割愛をさせていただきまして、Y、 先ほどの Y と一緒なんですけど、少し触れましたけど、なぜ私はここにいるのかということですね。グローバルっていうこと、まあ、人それぞれ、まあ、さっきすごいっていうのがあったんですけど、何がどうすごいのかっていうのがあるんですが、ポイントはぜひ時間軸と空間軸っていうことを頭の中できっちり整理をして、落とし込むとともに会話する相手、カウンターパートと共有をしないと、実は全く違ったことを考えているってことはものすごく多いです。それはなぜかというと、日本人同士っていうのはコモンセンスっていうのはかなり文化の普及、ないしはマスコミの影響もあってですね、ほとんど同じことを考えているって思いがちなんですが、少なくとも外に出ると日本人のコモンセンスっていうのは全く通じない、ないしは全く逆っていうこともありますから、ぜひこの時間軸と空間軸で整理をしてですね、相手と共有するということが必要ではないかなということで、じゃあ私はなぜここにいるのかというのを少し
ノービス的な表現ですね。一つ一つ単語を言えるっていうのはこれノービスなんですけど、この辺をぐるっと一回りでお話が英語でできるようになるとインターミディエットのハイぐらいになってくるんですけど、内藤先生がいらしたから。なぜ内藤先生っていうと、実はまあ、このオピックの授業をするにあたってですね、私どもの会社は、大学の英語の先生たちの勉強会であるジャセットっていうものに加入して、その北海道のジャセットっていうのが、まあ、5月にあるっていうのがあったので、ちょっと同期がこちらの会社に転身したこともあって、それに引っ掛けて北海道に来て、ジャセットの勉強会に参加させていただいて、内藤先生に会って、先ほどの香港、シンガポールのお話をお伺いして、これは面白そうだというふうに思ったのが、なぜ私がここにいるかの一番時間軸的には近いお話ですね。でもさらに深掘りしていくと、実はオピックがなかったら別にジャセットにも入らなかったですし、内藤先生にも巡り合わなかっただろうと。でオピック事業っていうのは実は長い歴史があるわけじゃなくて、去年始めました。去年、まあ正確に言うと一昨年ですけど、私がこの教育関係の会社に転身をしてですね、NEC の事業人材、企業人材をどういう観点で育てるべきかっていったときに、グローバル人材に大きな課題があって、その課題の一つに、ともかく喋れない人でどうやって事業するのっていったところをなんとかしたいというふうに思ったわけです。で、そう思った背景はもっとたどると、私自身が10年近く海外出て、海外の非常にアグレッシブな人たち、ないしは壁のない世界で仕事をする人たちと触れ合って、なぜに NEC に入ってきている人たちはもともとのポテンシャルが高いのにわざわざ壁を作って羽ばたこうとしないのかなっていったあたりを何とかしてあげたいというふうに思ったからであります。それで、そのなぜ壁ができてしまうのかってあたりですね、少しキャリアの作り方っていったところを、まあ、ぜひ、整理をしてみた方がいいんではないかなと。このページはですね、まあ、右肩にある表示のみのは全部ハズアウトから取り除いているので、見ていただくだけになっちゃいますけど、これはNEC グループでですね、海外に、幹部として出向する人たちに研修でお話するときのマッケリアで私が作った目次ですけど、まあ、16個ぐらいを2時間ぐらいで喋ってるんですけど、一番最初に来るのが履歴ですね。なぜかというと、自分自身がすごく恥ずかしい思いしたというか、海外ってやっぱり違うんだなと思ったのが履歴書だったからです。まあ、下の経歴っていったところは今日の案内で書かれているように日本的な利益の書き方ですね。これって何が言いたいのかはっきり言って分かんないですよね、海外とかです。ただ単に所属したところが書かれてるだけ。しかも時間軸がどちらかというと生まれた時から来て、これよくあるパターンですね。でも皆さんも多分就職活動するときこうなるんでしょうけど、まあ郷にいれば郷に従える、日本ではこれでいいし、この方が無難なんですが、実は海外では全く逆で、現在から過去ですね、要は今の自分は一番売りたい自分なわけですから、何ができるか、どこに所属しているかじゃなくて、そこでどういうことをしているかっていうのが履歴書っていうことで、全く逆って言ったんだ。それから特に、シンガポール、マレーシアなんかに赴任した関係もあって、宗教色がいろいろで、行く前っていうのは宗教の話はタブーだって言われて、全く逆で、宗教こそを主張しなければいけない。私はこの宗教だから、この日はお休みにしたい、この日は休みだ、私はこの日はプレイタイムだから、この時間は休暇を与えてほしいっていうあたりは当然のように出てくる。全く真逆の世界が起こる。で、何が違うのかなっていった時には、やっぱり日本っていうのは長い歴史の中で、こういう時間軸を追っかけてお話しする方が自分自身の信頼性、実は自分ではなくて自分が所属した組織だとか会社の信頼性がどれだけ高いか。だから例えば北海道にいると北海学園っていうのは知らない人はいないんだ、
でも外へ出たらほとんど知らないっていうような話ですね。だからその属するところで自己主張するっていうのは日本人的感性としては分からなくはないんですけれど、グローバルに出るってことは全くそのあたりは全くというと言い過ぎかもしれませんけど、無価値で自分自身あなたが何ができるかといったあたりがポイントになってくる。そういう意味で2番目は実は非常に重要なことだと私は思ってまして、これは結構海外出て偉いポジションをしてたせいもあって、いろいろなインタビューで必ず聞かれるのは、あなたのこの事業に対する思いは何なんですかということを言われるときに、今をしゃべるより過去をしゃべる方が説得力が非常に高いということですね。しかもその流れがこの1年考えたことだな、俺は20年このことを考えてたんだっていうしゃべり方をするとすごく説得力が高い。私の場合海外出て話したのは入社の時の思いですね。一応履歴にも書かれてたかもしれませんけど、某大学で情報処理、当時としてはまだ情報処理をやってる大学って少なくて、情報処理にすごく思いを持ってたんですけど、大学出る頃にこれで日本では仕事できるけど海外ではできないよねっていうことで、たまさか紹介が来てた通信に強く海外に羽ばたいてるということで NEC に入社してですね、海外に出ていこうと思ったらなかなか出してもらえなくて、国内で仕事をしてたんですけど、で2つ目の変化点っていうのはやっぱり30代前半でですね、インドに出張した時ですね。先ほどの話じゃないですけど、電話が通じないんですよ。1週間で日本に電話が通じたのは2回だけ。しかも何ていうんですかね、直接ダイヤじゃなくて予約してですね、この時間につないでほしいって言って電話交換手が今つながったからですぐプチンと切れるような形で1週間滞在して。それだけしかコミュニケーションができなくて、現地でどれだけの判断をしなければいけないといったときに、これはやはり自分が所属している会社はいい会社かもしれないけれど、あまり会社に頼りすぎるのも困ったもんだなといったことを一つ感じたのと、もう一つのショックはその提案活動1週間ほとんど寝ずに、提案がほぼ実って IBM との2カンパニーのショートリストになったときに、当時の上司がインドに行ってこんなとこにはうちのエンジニアは出せないと言われたときに非常な怒りを感じてですね、であれば最初からそういう判断をしろよとしてほしいといったところがありまして、そういったことで現地のオペレーションっていうのはもう最初の判断が非常に重要だということで、常に話をさせてもらいます。で、少し、なんですかね、自慢げな兼務職をダラダラと書いてますけど、このページで言いたいことは何かっていうと、その時の思いをこの5番目の NEC インドっていう会社は実は NEC100 年以上の歴史がありますけれど、インドの会社を作ったのは私が最初というか私が作りました。要は50年近く現地のオフィスは持ってたんですけど、会社組織にしたのはまさしくそういう思いですね。現地である程度意思決定をできるようなエンティティを作らないと、インドなんかではとてもじゃないけど勝ち残れない、生き残れないといったところでインドの会社を作らせていただきました。それで、あまり自慢話をしててもあれなので、話が次に進みまして、私の好きな言葉にですね、ウェルカムオンボードっていう、これ、飛行機に乗ったり船に乗、特に船ですかね、乗ったらよく聞かれるので皆さんにも馴染みの言葉かもしれませんけど、私にとってのウェルカムオンボードはですね、ちょっと違いまして、経済やられている方はある程度ご存知かもしれませんけど、役員会議っていうのはボードミーティングですね。それに初めて、出席しなければいけない、いわば取締役の立場に海外でなってですね、出席した時に当時の議長、外国人ですけど、これを言ってもらったときに、自分もようやく海外の一発のマネジメントとして認められたんだっていうことを思ったわけです。で、じゃあそのボードに乗るっていうことはどういうことなのかっていうと、当然、皆さんにとってはまず船に乗るっていうことなんでしょうけど、海外、なぜその船に乗るの
でどう乗るのか、で何を持っていくのかっていうあたりですね。このあたりはぜひ整理をしていただきたいなということです。今日のオピックに話を少し戻して考えると、もうだいぶ先のチャートに出てきましたけど、皆さん英語が使えるようになりたい、話せるようになりたいって言ってるんだけど、今どういうふうに評価してる、まあ、一応自己評価していただきましたし、どうなりたいかって言ったあたり、オピックで言うと右のライン、実はフェイスとフェイスではオピっていうのもあって、もっと上の方の評価指標もあるんですけれど、コンピューターを使うこともあって、一応初級の下から上級の下まで、です測れるようになってますけど、まあ、インターミディエットのミッドっていうのが、これ実は日本人とか韓国人っていうのは一番上達が止まるところで、大体ここで滞留するので、この間をできるだけ、細かく分析してあげないとモチベーションが下がるということで、1,2,3 ということで、点数というか評価が出てきますけれど、これを作った母体ならアクトフルっていうのは、まあ、アメリカの言語学者たちの団体ですけれど、このオピックっていうのは基本的にはアメリカ発なこともありまして、アメリカ政府が認める仕事に就くレベル感っていうのは言語でもきっちり規定がされてるんですね。で、その中でオピックっていうのはアメリカ政府のガバメントクライテリアの0から5のこう大体オピックがカバーするのは2ぐらいで、2っていうのはどういうことなのかっていうと、実は隣にいるメキシカンがアメリカに来てファーストフードレストランで、まあ、受付をしたりデリバリーをしたりっていうことができるレベルが実はオピックのアドバンストローなんですが、まあ残念ながら日本人でそのレベルにいきなり行く人っていうのは非常に限られていることもあって、一番右にちょっと字が小さいですけど書かれてますけれど、大学卒業レベルにおいて、第二外国語として英語、ないしは英語だけじゃなくて他のターゲットラングエージでもいいんですけど、習得すべきはインターミディエットのミッド、要は中の中ぐらいが望ましいというふうに規定がされています。ただ問題なのは日本の場合、マークシート試験等でですね、大体英語を勉強するのが読む方に集中しているがため、喋る機会が非常に少なくて、そこがただでさえ内向的な日本人にとってはアキレス腱化しているというのが事実あります。で、じゃあそれに対してどの程度の時間をかければ言語って上達するのっていうのは、これは FSI フォーリンサービスインストっていうアメリカのこれらのどちらかというと外交官たちを作るためにいろいろ言語の特性を研究している人たちが作ったレポートですけど、だいたい中ぐらいになるにはこの授業時間をかけて480時間ぐらい必要だよね、上級になるには1320時間ぐらい必要だよねということが書かれてて、まあこれはあくまで平均値ですから、で日本人の場合は中学生から大学生まで英語でかけてるのってのは700、800時間ぐらいっていうのは普通かなと思うんですけれど、まあ先ほどの話でインターミディエットのミッドになるのはそんなに無謀な要求ではなくて妥当なレベルかなというふうに思うんですが、冒頭にお話したようになぜ私がこんなことをやってるのっていうことで、感じたのは、実はこんなスコアっていうのはなかったんですけど、あまりにもグローバルに出てくる人のしゃべる気持ち、ないしはしゃべれるレベルっていうのが低くって、何か問題があるんじゃないかっていうことで、このオピックを取り入れて、少しアセスメントした方がいいんじゃないかということで、去年の4月から実は NEC の新入社員は全員これでアセスメントを始めました。去年の春に入ってきた子たちっていうのは357人いて、まあ予想通りというかびっくらこんというかですね、まあ、半分の人がノービスということで、ノービスっていうのは、まあ、基本的に、まあ、英語は操作できなくはないんですけど、チケッティングカウンターで飛行機のチケットを買ったり、ないしはホテルで、まあ、予約したのをなんとかイシュイングしてもらったりっていうレベルの英語力はあるんですけど、ビジネスで使う、ないしは先ほど紹介したグローバルファーストっていうことで新入社員で出ていくためにはインターミディエットのハイレベルが欲しいんですけれども、そういうレベルの人っていうのはもう 7% 未満ということになって、
まあ、あ、これじゃいけないなということで、大学側でどういう教育がされてるんだろうと、もっといい教育のやり方ってないのかなっていうことでアセスメントをしたり教育手法を学んだりっていうこの 1,2 年だったわけですね。で、まあ、その問題解決を大学側に送りつけるだけではなくて、我々としてもですね、入ってきた人のスキルを上げなきゃいけないので、これをよりどころにですね、まあ、新しい技術を使って従来の e ラーニングをですね、ウェブ&スカイプのような形でブラッシュアップすると、基本的にはやっぱりこういうメソッドが確立するときっちり時間をかけると上がっていくっていうのは日本人のいいところで、問題は従来そのワットとかハウだとかってあたりがあまりにも曖昧化されて、で、唯一なぜあなたは海外なのっていうあたりで海外に行きたがるやつを引っ掛けて海外に掘り出してたんですけど、なかなか最近その Y で海外を志向する人が少なかったり、ないしはその利用目的が合わなかったりということで、企業側が今困っているというのが実情だと。でもこういう試験を取り入れるとそれなりの効果があるなと見ているのは、基本的に去年の新入社員から今年の新入社員、別に選別指標を変えたわけではないんですけど、おかげさまで、まあ、大学側もいろいろ工夫されているんだと思うんですけれども、かなりのレベルでですね、上がってきていると言ったことも、これはまあ多分リクルート活動する先輩たちはですね、 NEC はどうも喋れないとやばいらしいよとか、喋れる人を本当に求めてるよって言ったことをメッセージとして、まあ送り込んでくれてる効果もあるのかなというふうに思います。それで、そのモチベーションをつなぐっていうことで、少し考えたいなと思うのが、教育の世界と企業の世界っていうのがかなり近いレベルで融合しつつあるなと最近思っている事例をですね、少し許容範囲で紹介したいと思いますけど、一つ目はお手元にハンズアウトでお配りした青山学院っていうの、これもやっぱりお会いした先生が非常にこの教育が面白いっていうことで、ぜひ受けてみてくださいっていうことで受けてもらって、大学さん受けるだけじゃ学生つまんないから、ぜひこういうレクチャーだとか夜のコンパで就職するためのノウハウだとかをシェアしてほしいということで、やらせていただいたのを事例化したのが一つで、これをひな形に、まあ、今回北海学院さんにお邪魔しているわけですけれども、その他にですね、少し紹介したいのは、これは私がシンガポールで仕事をしていた時にですね、当時シンガポールでも、まあ、日本でもそうなんですけど、IP 要はインターネットプロトコルの上に音声が乗るっていうのはまだまだ発展途上だった時に、なんとかこの技術を普及させなければいけないっていうことで、国側と交渉してですね、であればやっぱり学生を育てるべきじゃないのっていうことでアドバイスをもらって、シスコと当社はですね、当社はこの学校に技術教養と研修教材を作ったんですけれど、 IT というところにですね、まあ今で言うと7、8年前ですけど、ちっちゃな部屋にですね IP テレフォニーを入れて、数人の学生さん、ちょっとオタッキーな学生さんを、教えるような教育カリキュラムを作った記憶があるんですけど、去年シンガポールにあるツアーを連れて行った時に、キャンパスも新しくなったからぜひいらっしゃいよって呼ばれて行ったのがこれです。もう今やキャンパスも新しくなっただけじゃなくて、クラスも2つに分かれて約100人ぐらいの生徒さんが IP テレフォニー、まあ、当然ですね、当時はまだ海のものとも山のものとも分からなかったんですけど、今や IP テレフォニーが当たり前ですから、100人ぐらいの学生さんがですね学んでおられて、加えてこれは最後の卒業検定でですね、ホテルのレセプションから始まって、隣のブティックでお買い物をして、デリバリーセンターに配送する仕組みを全部 IP テレフォニーの上でアプリケーションを作って、自分はこれを作りました、こういう工夫をしましたっていうのをプレゼンテーションするシーンなんですけど、IT っていうのはこれ日本でいうとこの工業専門学校に近くて、この子は多分17歳ぐらいなんですけれど、もう本当に自信にあふれてですねプレゼンテーションをしている姿なんですね。で、実はなぜ連れて行ったかっていうと、これ NEC グループで NEC ソリューションイノベーターっていう会社、まあシステム開発をする会社があるんですけど、その30前後の将来幹部になるような選抜された社員の
研修で、シンガポールを訪れた時にこういう空間があるんだよということで連れて行ったんですけど、彼らからしてもその17歳ぐらいの子がそういうことをできるっていうこと、ないしはこの ITA のキャンパスっていうのは実はあのシンガポールのチャンギ空港に到着する飛行機を全部メンテナンスするメカエンジニアも全部ここの卒業生っていうこともあって、こういう飛行機もずらっと並んでですね、メカを習得するっていう環境を目の当たりにして、やっぱり自分たちの学生時代の学び方、ないしは社会人になってからの学び方っていうのには少しちょっとグローバルをやっていくには課題があるなということを感じてもらった瞬間です。まあ、同じように、会津大学でもですね、去年から当社の社員がビッグデータということで、9コマぐらい時間をいただいてですね、企業でやってるやつを少し学生さんにモディファイはしてますけれど、こういう研修をするともう本当にいつも10オーバーでですね、募集を締め切ってカットしなければいけない状態にビッグデータはなってるんですけれど、この大学もこういうコラボレーションから始まって、実は英語のところはオピックを留学前、会津でやって、ポストというか留学終わった後の成果評価はですね、留学先のニュージーランド等でやるようなことももう進み出したりですね、もう本当に従来は学校は学校、企業は企業ということで切れてたんですけど、逆に言うと本当にそのあたりをうまく交流させないとグローバルにはなかなか太刀打ちできない状況になってるんじゃないかなと。内藤先生のですね、ああいう心にもそれに近いものがあるんじゃないかなというふうに思います。で、それを先ほどのマップに落とし込むと、こういうことなのかな。要は What, How, Why で言うと、学校で学ぶことはぜひ分かってほしいんですけど、それを使ってできるようになるだとか、つながるようになりたいということが非常に重要なんじゃないかなというふうに思います。NEC の最新のコーポレートメッセージも、世界の思いを未来へつなげるということですから、やっぱりつなげるっていう Y の思いは、ぜひよく考えていただいた方がいいかなというふうに思います。で、時間もちょっと押してますので、最後本日のまとめということで、くくってみますと、世の中、企業、このことを好まさるにかかわらず、大なり小なりグローバルです。別に海外出ることがグローバルではない。もう本当に北海道来るたびに思うんですけど、タイの方だとか中国の方、もう本当グローバル化してます。それを楽しもうということがやっぱり非常に重要なんじゃないかな。で、その時課題になるのは、やっぱり日本っていうのはマスコミを中心にですね、英語なのか日本語なのか、グローバルかローカル、東京なのか地方なのか、社会、会社を大切にするの、ないしは家庭なのっていう、こういう二項対立で選択を迫るような議論が非常に普段はしないくせに好きなんですね。で、海外は逆に言うと、こういう議論はしても最後はコンプロマイズということで、私の高校時代のこの単語、妥協っていうことで一番嫌いな単語というか、一番嫌いな一つの単語だったんですけど、海外出てみると実は、会議の局面等ではいろいろ議論を沸騰して、最後はコンプロマイズしなきゃいけないということで、割と捉え方が変わったんですけど、最近こういうことで使ってみると、あ、そうだよね、コムっていうのは両者で、プロミスなんだから、やっぱり約束をするっていうことで、あまりその対局を作るのではなくて、どう落とし込むかっていうのはすごく重要なんではないかなというふうに思います。で、そういう意味で、ハンドアウトにお出ししましたけど、ちょうどこれをまとめてた時に日経新聞でインドのことが書かれてたり、あるいは京都大学からこういうシンポジウムの案内が来たので、これはハンドアウトに入っているので、これって全くその両極端の議論を吹っかけているので、じゃあこの時あなたはどういう立場でどういうふうにするのっていうのは、やっぱり時間軸だったり空間軸っていうことを考えるサンプルとして、時間があれば少し読んで考えてみるのもいいかなというふうに思います。で、最後にユニークですね。あなたらしさを守って光り輝かすために、世界に一人だけのあなたっていうのを実現するためには、やはりユニバーサル、広い世界を知らずしてそれはできないということで、ちょっと時間オーバーしましたけど、私の話を終えたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。NEC で一
教育に携わっているとあっさり言いますけども、NEC さんはですね、10万人の従業員を抱えている大企業さんです。総合教育ですので、規模が違うんですね。だから、NEC の窓から見てるっていうのは、かなりの割合の人たちが関わってるっていうことですね。で今日は、札幌市の経済局のですね、海外戦略推進室の方から、推進課の方からですね、鈴木さんいらっしゃってます。すごい人です、鈴木さん。あと、上田さんですね。あと札幌産業振興財団の林さんもいらっしゃっています。経学部ではこうやってですね、いろいろな方々とネットワークを組んでですね、ぜひこの海外に出ていく人材を育成したいということで、いろいろな取り組みをやっています。八木さんも、そのことを応援してくれる形でですね、今回激励の意味を含めてこのプロジェクトを動かしてくれました。もう一度感謝を込めて関係している方々に拍手をお願いします。それでは、11時40分から次の授業があると思いますので、移動してください。